チェリーヒーリングは、サクランボを主原料の一つとして作られる、チェリーリキュールの銘柄の一つである。類似品のチェリーリキュールが、各社から発売されたため、差別化のためにピーターヒーリングと解消していた名残で、現在でも、ピーターヒーリングと呼ばれる場合がある。チェリーブランデーの代表格ともされるので、ブランデーがベースだと誤解されることもあるが、中性スピリッツをベースとして製造されているリキュールで、 ある。大部分のサクランボは種子ごと粉砕して、中性スピリッツに真摯し,した後に蒸留するという方法で、その味や香りが移されているものの、サクランボの一部は種子を取り除いて、果肉と果汁をアルコール発酵させて醸造酒にし、これらを混合することで製造されている。混合後、いくつかのスパイスを用いて、香味を追加する。その後、 2000ガロン以上のホワイトオーク製の樽で約3年熟成させる。熟成後、シュガーシロップを加え、さらに水で希釈してアルコール度数を落としたものが製品となる。製品の液色はしばしばダークガーネットの色とも表現される暗くコイン赤色をしている。製品のアルコール度数は加水の結果25度に、液素分はシロップなどによって38%に、 調整されている。このリキュールは1818 18年にデンマークのコペンハーゲンにてピーター・フレデリック・サム・ヒーリングによって製品化された。その後、1970年代には生産場所をデンマークのダルビーに移し、ここの自家農園にある13万棒に余りの桜の木から収穫された桜ぼを使用して製造するようになった。チェリー・ヒーリングはそのままストレートで飲まれる他にも、 カクテルに使用されたり、成果に利用されたりする。ところで、チェリーヒーリングを使ったカクテルとしては、ポーラーショートカットが知られている。このカクテルは1957年にコペンハーゲンと東京都を北極周りで結ぶ航空路線が開設されたことを記念して開かれたカクテルコンテストの優勝作品である。当時コペンハーゲンで生産されていたリキュールである。 チェリーヒーリングを使用していたことが、このカクテルのコンテストでの評価を高めたとも言われる。ありがとうございます。